2022年3月5日土曜日、今日はトマトをその水浴び、ちょっとね風が強いんだけど、であちらの川沿いは河津桜がね満開ですよ。今日は風もあったかいですね。少しずつね春だね。はい、で水浴びどうしますか。まあ、みんな考え中。水浴びすれば。今日は小四郎くんとゆうひくん、てをくんね。てを水浴びしないの？今日あったかいし気持ちいいよ。でポッピーくんですね。今日はポッピー、ポッピー水浴びは？水浴びする？ぽちゃん、羽毛がついた。羽毛が取れた。びっくりしたね。あ、ゆうひは水を飲んでる。念入りに預くれをしているのでズームで観察。ポッピー、このね首のギラギラがね、羽の色はグレーなんだけど、これ構造色といって、光を反射させて緑とか、今緑に見えてますけど、ちょっと角度を変えると、ほらピンクのような紫のような、え、構造色って言います。羽自体は緑色だったりピンク色だったりするわけじゃないんですね。ほらギラギラ、今緑だけどちょっとピンクに見える角度ないかな。おいちゃん、あ、ちょっと風強いね今日ね。でポッピーくんは花コップがこの綺麗なハートの形、そして目の周りのこの白い部分がね多い、そして目の色が白地に赤の、なかなかのイケメンですね。ギラギラ緑、なんか緑ばっかり、あ、ほらほら紫ピンク、紫ピンク、あ、ほら、ね、ちょっと風強かったね。ジョリジョリになっちゃうかな。テオくん、水浴びすれば。テオくんはほら目が全然ね、ポッピーと目の色が違うのが分かりやすいですね。綺麗なオレンジ、そして
顔がちょっと長い。手ほっくんのギラギラ、緑とこの紫の感じが分かりやすい。手ほっくんはこの目の周りの白い部分がね、ポッピーに比べると少ないですよね。鼻こぶの形もちょっと違います。ておくん、ておくん、ちょっと羽ルンルンしてる。ちょっとかすかに泣いちゃった。ておくん、ておくん、ておくん、あ、これルンルン始めましたね。ておくん、りょうくん。あ、ね、ルンルンしてます。水浴びすれば、みんな。せっかくあったかいんだから。